今日、ようやく十分な時間が経過したように思えたので、2年間も開けないまま机の一番上の引き出しに入れっぱなしだった、別れた恋人からの手紙に、ケリをつけた。僕は何を怖がっていた？何を恐れていた？忘れようのないあのおかしな筆跡で住所が記され、郵便で届いたこの赤い封筒には、一体、何が入っている？これから、ここでお伝えしよう。手紙には、こうなったのは僕たち二人のせいで、君よりも僕のせいなのかもしれないけれど、僕たちの間に生まれたものは本物だったし、今でもまだそうなれる。この封筒を正面の窓のところに置いておいて、それを見たら、君の家の扉をノックするから、と書かれていた。2年だよ、2年!僕は何をやっていたんだ!気づいたら駆け出していて、窓ガラスに封筒を立てかけた。食台で支えるようにして、急がなくちゃならなかった。この時点での数秒の遅れは、何らかの形で再会の邪魔になるかもしれないから。そして今、僕はこうして、座って待っている。長く待ちすぎたかな。時計は時を刻み、僕は息を整えている。封筒の赤い紙が色褪せないことを願いながら。